皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、タイトル見ても分かっちゃってると思うんですけど、ここにあるのがキャンメイクのカラフルネイルズの新色になってるんですけど、もうね、このね、色たちがものすっごい可愛くて、マニキュアのレベってあんまり知ってる人とかも見たことないし、なんかちょっとやるのもなと思ったんだけど、とにかく可愛いし安いからみんなにおすすめしたいと思って動画にしました。キャンメイクから出てるマニキュアってね、結構有名だと思うし、私もネイル動画とかやるときにね、かなり使ってるんですけど、で今年発売10周年らしいんですよ。へーって思ったんだけど、10周年でさらにね、リニューアルして出てきたんですよ。今までのなんかの毛とか毛量とかも変わってるし、乾く速さとかも変わってるらしくて、かなりパワーアップしてるらしいんですね。でこれはね、4月の10日発売だったんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9、全9色の9色をレビューしていきたいと思います。で今ね、私ジェルネイルをしてるんですけど、だからね、このセリアで買ったネイルチップに塗って色とかも見せていきたいと思います。でネイルチップは透明だから、本当に本来の色が出るかなと思います。とかに塗った時にさ、手ってさ、あの爪ってちょっと白っぽかったりピンクっぽかったりするじゃないですか。だからネイルチップがいいかなと思ってネイルチップにしました。じゃあ早速紹介していきたいと思います。スタート。はい、こんな感じでね、全9色になってるんですけど、左から1番、2番、3番になってます。じゃあまず01番から塗っていきます。じゃあまずね、01番のホワイトを。ホワイトはね、ネイルアートとか何でも使いやすいので、1本は持っておくことすごくおすすめします。前までのキャンメイクの筆ってちょっとまっすぐなった丸っこいやつだったんですけど、平筆になったんですよね。で毛量とかがアップしてるみたいで、すごい塗りやすいくなったみたいです。白塗っていきます。意外多分ね、ムラになりにくい感じだと思います。かなりしっかりとした発色になってますね。ラメとか入ってない、もう真っ白な色になってます。次、02番のシックボルドーになってます。この色はね、結構ブラウンがかったレッドになっていて、かなりなんか大人っぽい印象になりそうなイメージです。白の隣に塗っていきます。これは結構透明感のある色っちゃ色ですね。二度塗りでしっかりと発色するかも。はい、こんな感じの色になってます。かなり大人っぽいレッドの色になってますね。すごい可愛いです。ねえ見て、こぼしちゃった血みたいになったんだけど、すごくない？なんか蓋閉めようと思ったらビジョってなっちゃった、血みたいになっちゃった、やばい。続いてローズレッドの色になってます。もうこれは王道の赤って感じですね。明るい赤色です。わあ、ちょっとピンクっぽくも見えるけど、ローズレッドって名前がわかるような気がする。赤なんだけどちょっとピンクっぽさもある色になってますね。すごい可愛い。一度塗りでこんだけ発色するので、二度塗り目にもっとしっかり発色してくれるかなと思います。一回目は薄く塗ってムラになってもいいけど、二度塗り目でしっかりと発色させるのがおすすめのやり方です。はい、こんな感じで真っ赤っかですね。すっごい可愛い色です。大好きな赤ですね。夏にぴったりって感じがします。続いて04番のワインレッドです。深みのあるワインレッドって感じの色ですね。この色はね、すっごい可愛い。大人っぽいのと可愛さを兼ね備えてるって書いてあるんですけど、この色ものすごい可愛くて、知り合いのね、メイクさんがつけてて、え、何のマニキュアですかって聞いたら、このキャンメイクですよって言われて、ものすごい感動したんですよ。この色すごい一番推してるんじゃないかなってくらい可愛い色です。04番塗っていきます。でね、かなり発色がものすごいいいなと思ったのが04番でした。一度塗りでね、こんだけ発色してくれるってすごいなと思いましたね。で色が本当にとにかく可愛い。セクシーなんだけど可愛いみたいな色です。可愛い、この色一番好き。はい、二度塗りしました。続いて05番のアンティークピンク。女の子らしいトレンドのカラーで、ローズ系っちゃローズ系かなと思ったんですけど、くすみピンクみたいな感じの色ですね。なんかね、少しだけパールっぽいシルバーのパールが入ってます。くすみピンクって感じの色ですね。一度塗りだと二度塗り目でしっかりとムラなく発色してくれますね。で思ったのが、ちょっとだけシルバーが入ってるんですけど、そこまで目立たないのに、ちょっとツヤがキランとした感じになるかなって思いました。続いてラズベリーミルクっていう色で、かなり珍しい色かなと思ったんですけど、ピンクなんだけどさっきよりはくすんでなくって、すごく不思議な色ですね。これミルクっぽいんだけどちょっとレッド
ト寄りなのかな、すごく不思議な色で他にマニキュアでないよなと思いました。こういう色、じゃあね、こっちに塗っていきます。あったかみのあるピンクって感じがします。かなり女性っぽい、ミルクっぽいピンクっぽく発色しますね。すごく可愛い色だと思います。二度塗りしたんですけど、すごくムラなく塗れました。で、発色もすごくいいですね。でもちょっとだけ透明感があるかなって感じの色で、かなり可愛らしい女性がつけてそうなイメージです。続いて07番のスイートローズです。これはね、ちょっとわかると思うんですけど、ほら、偏光パールみたいな感じでブルーのラメが入ってて、華やかなピンクって感じかな。どんな感じになるんだろうってすごく楽しみな色ですね。07番塗っていきます。これ一度塗りです。これでも地爪につけたらもっと可愛くなるかもしれない。ピンクっぽくなってちょっと薄付きだけど、意外と塗ってみるとそのブルーのラメの感じが全然わからなくなる。はい、二度塗りしたんですけど、こんなような感じの色です。やっぱちょっと透明感がありますね。でね、全然青ラメがね、本当によく見ないとわからない、全然わからないけど、でも本当によく見ると青っぽくなってて可愛い色です。続いて08番のミスティーモーブって色なんですけど、これはね、馴染みのいいちょっとね、ベージュっぽいピンクっぽい色ですね。なんかオフィスとかでも使えそうな、どこでも使えそうな感じの色です。ヌーディーな色になってます。なんかどこにでもつけていけそうな万能カラーって感じがしますね。すごく肌馴染みのいいベージュって感じの色になってますね。でもちょっとピンクっぽく発色するかもしれないね、地爪につけたら。はい、二度塗りしました。すごい可愛い色だなって私は思いましたね。なんかどこにでも本当につけていけるような色になってます。で、発色もしっかりとしてました。最後の09番のピーチスカッシュなんですけど、これだけね、すごくラメが入ってる色になってます。単体で使うっていうよりかはどれかと合わせてもすごく可愛いんじゃないかなって思いますね。ピンクとシルバーのラメが入っててすごく可愛いなと思いました。塗っていきます。あ、本当だ、なんかね、透明ですね。ほぼほぼ透明な発色でもラメがしっかりのります。これてんてんてんってなってるのがラメなんだけど、肉眼で見た方が綺麗かもしれない。ピンクっぽいラメがすごくキラキラしてて可愛いですね。で、これ単体ではね、そこまで発色しないですね。で、今ね、この小指のところにラズベリーミルク06番を塗ってみて、で、このピーチスカッシュ重ねてみようかなと思います。一番多分この色と相性がいいんじゃないかなと思ったので、この2色重ねてみます。すごい可愛い色になりました。なんかと重ねるのにすごくぴったりなピーチスカッシュの色ですね。わかるかな。はい、全色塗ってみたんですけど、どれがお気に入りでした？私結構ね、この04番の色がすごく好きなんですよね。めちゃくちゃ可愛いなと思って、でも全色本当に可愛いし、すごく万能なカラーが揃ってて、で、これで360円っていうのはね、奇跡の価格ですよ。ぜひゲットしてみてください。だってネイルサロンに行ったって考えて1本360円って済まないから前のマニキュア知ってたらすごくね、塗りやすくなってたし、で、乾くのも早いのでストレスにならないので、おすすめのマニキュアだなと思いました。はい、キャンメイクの新作のマニキュアのレビューどうだったでしょうか。もう本当に可愛いピンク好きにはたまらないね、9色になってて、どの色を買ってもね、失敗がないぐらい可愛いピンクになってるので、ぜひ見に行ってみてください。はい、この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。